女城主、直虎、3日、虎松の首、2017年8月6日、日、20時分20時45分、の放送内容、直虎、柴咲コウ、は今川氏真、小上松也、の命に従い、特制令を受け入れることを決める。これは栄華が取り潰しになることを意味していた。番組内容、直虎、柴咲コウ、は今川氏真、小上松也、の命に従い、特制令を受け入れることを決める。これは栄華が取り潰しになることを意味していた。直虎と正次、高橋和夫、は一旦今川に従うふりをし、裏で徳川家康、安倍貞夫、と手を組むことで栄華復活を図るという策を取ったのだ。家を裏切ったふりをする正次は今川の代官として家の官に残ることになるが、氏真は嫡男、虎松、寺田心、の首を差し出すよう要求してくる。出演者、柴咲コウ、高橋和夫、柳楽優渡る、財前直美、市原隼人、山口さやか、矢島健一、山本優馬、田中美代、梅沢雅代、光浦康子、牧田スポーツ、小松和恵、寺田心、高橋光、山中隆、倉本康文、木下隆之ほか、原作、脚本、森下恵子、音楽、菅野陽子。